米国女子クローガークイーンシティ選手権事前。同じ1998年度生まれ、勝みなみとの予選同組プレーに渋野日向子は満面の笑みを作った、頑張ろうね、って。一生懸命頑張りますよ、あげあげで、二人は昨年、日本開催の TOTO ジャパンクラシック初日に一緒に回ったが、米国本土では初めてになる。5日、火曜、28ホールを回ってコースチェックした。グリーンはエリアによって硬さに差がある、めちゃくちゃ戻ってくるところもあれば、すごく転がっていっちゃうところもある、とショットの縦距離に気を配る。アゲンストにフォロー、風向きも時間帯によって方向が違い、ティショットのクラブ選択も難しいのでそこは臨機応変にできたら、と話した。秋のアジアシリーズのフィールドが、今大会終了時点の CME グローブポイントランキングで決まる。米ツアーメンバーの出場枠は、ビュイックルが上海、中国が上位62人、BMW 女子選手権、韓国とメイバンク選手権、マレーシアがそれぞれ上位68人で、日本開催の TOTO ジャパンクラシックが最も少ない上位43人になる。ランキング上位選手が各大会で欠場すれば出場権は繰り下がるが、日本の試合に自力で出場を目指す渋野日向子のランクは現在72位、300.213 プラチナ。43位にいるギャビー・ロペス、メキシコの 524.183 プラチナに追いつくには今大会の単独3位以上が求められる。しっかり4日間戦って。上位で戦えるようにしたいと意気込んだ。渋野日向子は勝みなみとの予選 R に上げ上げで TOTO出場権めぐる攻防上を目指したい。日本人選手が増えれば同組となることは不思議ではないが、これが予選ラウンドだとまだ珍しい。今大会は渋野日向子と勝みなみが同じグループに組み込まれ、ジーナ・キム、米国と共に2日間をプレーすることになった。頑張ろうねって言って、マジで頑張ろうって、と、二人同組となったことで気持ちも上がっている、あげあげで、と米国本土では初めてのプレー。練習ラウンドでは一緒にプレーもするが、本戦では滅多にならないもの。二人にとっては追い風となりそうだ。楽しみ、一生懸命頑張ります。二人で盛り上げて、と、仲のいい二人が相乗効果でスコアを伸ばしていく、そんな展開を目指す。ちなみに日本開催の米ツアー、TOTO ジャパンクラシックでは昨年大会の第1ラウンドで回っているが、その時は勝が1オーバー、渋野日向子が3オーバーと共に出遅れている。2日間を共にするコースについては、飛ぶ人にとっては全く意味のないようなバンカーがあるけど、飛ばない人は気になる。飛ぶ人には有利、と、飛距離が恩恵を受けるホールもちらほら。中には短いパー4もあり、スプーンとかをティショットで持ったとしても意外とミドルアイアン以下で打てる、と、距離のないパー4の攻略がスコアを左右することになりそうだ。先週は5アンダーで飛び出しながら2日目はイーブン、そして3日目に再び5アンダーを記録するも、最終日は情けない、とイーブン。しっかりとスコアを伸ばしきれないプレーに歯がゆさを覚えた、4日間戦って、上で戦えるように頑張りたい、と、同じ轍は踏まない。今週終了後のポイントランキングで43位内に入れば、TOTOに出場できるが、現在の72位から浮上するために、是が非でも上位進出を目指す。シード権ボーダーラインの原エリカ米ツアー挑戦はどうなる？複数年シードの講師もある。今日開幕した日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯で国内メジャー3勝目を狙う原エリカだが、今季は想定外の試練のシーズンとなっている。順風満帆だった2020年、21年シーズンと統合は、日本女子オープン、ジュガツアーチャンピオンシップリコーカップと公式戦、国内メジャー2連勝。シーズン3勝し、メルセデスランキング、年間順位、10位。翌22年シーズンは勝利を挙げることができず、同31位という結果に終わった。昨年不満の残るシーズンを過ごしただけにキャリアハイを目指して挑んだ23年は、
開幕戦のダイキンオーキッドレディスでは14くらい対 T ポイント×エネオスでは3位タイと順調な滑り出しを見せていたが、5月のワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップに出場した後に椎間板ヘルニアの手術でツアーを離脱した。手術は無事に成功し、3ヶ月後に復帰した8月の北海道明治カップ以降はコンスタントに予選を通過して現在に至る。気になるのは欠場が大きく響いた結果、メルセデスランキングが下がっていることだ。原は現在、シード圏内の50位。まだシーズンは3分の1を残しているため、状況は予断を許さない。ただ、仮に原が今季のシードを落としたとしても実は問題ない。それは20から21年シーズンの公式戦2勝で5年シードを保持しているから。現在、複数年シードの価値は以前にも増して高くなっている。というのも19年に規定が変わり、シード開始年度を獲得翌年から10年間で任意の年を複数年シード権の行使期間として選択できるようになったからだ。以前は複数年シードも獲得した翌年から自動的に行使することになり、賞金ランキング当時によるシードを保持し続けている選手にとっては、その恩恵は感じられなかった。しかし、原の5年シードはまだ行使されないままなので、メルセデスランキングでのシードを喪失した場合の保険になり、挑戦を表明している米女子ツアーの予選会 Q スクールに出やすい状況というわけだ。原の米ツアー予選会は2時からが現実的。かねて今年の米ツアー予選会挑戦の意向を表明している原は、予選会最終ステージにあたる Q シリーズ12月からの出場を目指していた。しかし、無条件で Q シリーズに出るには、エントリー締め切り日の10月10日までに世界ランキング75位以内に入る必要がある。しかし原は現在190位、9月4日時点と厳しい位置にあり、現状では8月15日時点で世界ランキング400位以内に入っている選手に与えられるステージ2、2次、10月17から20日からの出場が現実的だろう。今季の米女子ツアー、ロッテ選手権を23くらいタイで終えた後、米ツアー挑戦についてどこかでチャレンジしないといけない。それが今年かなと、セカンド2次からの参加も視野に入れていると話していた。ただ、この時は腰の状態も悪くなく、コンディションに悩みを抱えていなかった頃のこと。夏にヘルニアの手術をしてからは、まだ今季の国内ツアーは12試合を消化したばかりで、国内ツアーを続けたい気持ちもあるだろう。それでも米ツアー挑戦には前向きではあるはずだが、畑岡奈紗や渋野日向子ら同年代と共に、いずれ米ツアーで戦う原の姿を見てみたい。そのためには加算ポイントの大きい女子プロ選手権での活躍も大きなポイントとなるだろう。原絵里香、原絵里香。1999年2月15日生まれ、神奈川県出身。2018年プロテスト合格、黄金世代の一人として18年から早くもシード獲得し、翌19年には初優勝。20年には日本女子オープン、ジュガツアーチャンピオンシップリコーカップと公式戦2冠を達成した。日本エクスプレスホールディングス所属。